はい、それではまあモンスター娘 TD、 まあ最後の7話ですね、まあこんな感じでしたよっていう、まあ紹介となりますかね。これもご主お任せください。まあ先ほどの動画から著しく何か大きく変わったっていうわけではないですけども、まあ、こんな感じのゲームですねっていう紹介と含めて、攻略やっていきたいかなと思います。私の番位置についたわ。まあやっぱ賑やかですよね。で結構範囲攻撃の魔法の技とか、まあ弓はちょっと長距離寄りになるけど短弾になるんですかね。まあキャラによって結構個性が分かれてきそうな感じはだいぶするんで、そこら辺の使い分けが攻略のポイントになっていくんでしょうか。結構スタンするとか、まあゲーム性は強いかなと思いますね。まあ、このステージはまあ大体配置したらクリアできるかなってぐらいですけど、ここら辺の敵は結構攻撃力あって強いかなと思いますね。なんでこ、スキルをちょうどやっぱり合わせるとかそういうことができると、まあ順調にクリアできるかなっていうのはありますけど、まあそうでないとちょっと大変かなーっていうのはありますね。はい、まあ、でもやっぱ大軍を一気に一人で抱えてしまうと結構辛いかなーっていうのは何回かやっててありましたね。でまあ最後のもうボスが来たらここら辺はまあ接近距離キャラとかに置き換えればみんなで殴れ、あ終わっちゃった。まあこんな感じですかね。まあ結構キャラも喋るし可愛いですしね。まあ本当にねリリースが待ち遠しい感じになってきましたね。はい、まあとりあえず同人版は全部クリアして、まあ楽しめましたよって感じで、まあ、本編にも引き継げるアイテムがいろいろあるってことなんで、そこら辺は、また皆さんご、自分の方でご確認いただければいいかなと思います。まあ放送概要の方にもちょっと書いておこうかなと思います。はい、それではまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。